ください。試合やんじゃねえの、あったも試合やんじゃねえの、ナイスナイス、ご飯も食べたら全然チェンジアップないから、家なんかあれ、めちゃくちゃ変わるんですよ、落ちるんですよ、明日もあれ、オスカーとか、そうそうそう、じゃあ明日でやるか、ほぼ決まってると思う、あーナイチ、ナイチナイチ、これチームおい、あれ、ヨウさんだと1試合に3本くらいホームラン打たれちゃうんで、あれ、ウンノさんち息子とかは時々しか来ない。そう、あのこの間前に来れたのはリモートだったんですよ。ああ、なるほど。断水で。ああ、そういうことか。なるほど。だからいたのか。じゃあもう学校始まっちゃったから無理だ。もうそう無理なんですよ。あと1試合だけ呼ぼうと思えば呼べるけどって言ったけど、もう。そういうことか。ピッチャーは全然いなくてさ。こっち小沢さんが来てる、小沢さんが来てるもんな、それだったらまっちゃんがこういうの見えた方がね、あれまっちゃんはまだ来てない、まっちゃんね、あの子供が生まれたもんで、そうそうそう、9月に生まれたって、あれ今シーズンはもう、うん、で藤井さんの実家とね、仲いい、うん、来てるっていうか、早い、おい、いいバレー、いいバレー、キム問題があってからさ、タミヤさんが来なくなっちゃったもんでさ、うん、キムの、うん、キムの顔を見ると腹立つから行かないって、そういうこと、そうだからいいんだ今、そう、うわ、いいサード、タミヤ、あのさ、キムもさ、はい、さあの、ウンノさんとかに行ってやめるならまだしもさ、うん、あれだからね、池田さんにやめるって言っといてくださいってやめるやつだからね、大人として行かれてる、早いっす早いっす、ちょっとそういうことか、いや最近見ないなと思ってたのか、はい、おこつさん送らせて、送らせて、最初だからね、リーグ始まる前にもう全試合オスカーをボイコットしようとかいろいろ言ってたんだよ、本当にそう、えら怒ってたんだよ、そうそう、すげえ今日 LINE のあれっぷりが、はい、すごい、もうとても今ここで喋るとさ、 YouTube に停止されちゃうようなことをいっぱい喋ってた、人種差別みたいなのを、いいよ、うん、はい、でそういう話が出てもまだ何も言ってこなかったからね、オッケーオッケー、いつもさ、大沼さん弟子に来てるやん、うんうん、なんか見ないな、大沼さんもだから最初来ないって言ってたんだよ、キム、キムいたらぶつけちゃうとかさそうだったんだ、全然知らなかった、大荒れだっけ、ボールボール、いいよいいよ、いいえ、触れてるね、触れてる触れてる、ライト前ライト前、あれや、先週ケイゾーも呼んだんだよケイゾー、ケイゾー、あ、アンクルユリアも来てきてって来ないっけ？継続来ない、継続断られちゃった。頭もない、頭もない。抜けて。いや仕事が忙しい。打ったわけじゃないっすね。どうもどうも。手術したのにもう出てるもんね。どうもない。調整調整。あかんもん。おでこれいつも自分の考えているよりスイングが速くなってる。ああ。そうそうですよね。あの、影武者
だって後ろから見たらあれ髪の毛チリチリしてたかなと思う。確かにあのユージによく似てますね。体型がユージ。あ、僕ですか。オーケー。演者いっぱいいますよね。演者いっぱいリーグに。カラサー君もそうだし。優待離脱できますもんね。ドラムさん次から。うん、オッケー、ナイスイン、ナイスイン、いいっすよ、いいっすよ、動いてますね。大野さん、いいっすね、ナイスイン。打てるよ、打てるよ。調整、調整。もう、まあ、味方も信じてないじゃん。もしかしたら一周回ってくるかもしれないよ。しおちゃん、しおちゃんがだってゆりかごダンスやりたくて、ちょっと準備して。はい、おまつさん。これ、いいですね。まさ打ちそう。しっかり待って、おまつさん。引きつけて。オーケー、オーケー。いやいや、ていうかもうチャレンジャーズ全試合消化しちゃったってすごいよね。そう、もう9月の下旬でも終わっちゃったもん。テイクオフだけが一応残ってるんだよ。だってあれキムヤのあれでだいぶ空が終わりになって、試合させたら、試合させたらまずいと思ってる。うん、時が経ってみんなちょっと穏やかな。全然知らなかった。じゃあ明日見に行ったら乱闘シーンとか見れる。今はね、それが大人の会議で無視になります。誹謗中傷。いいですね。いろいろ投げてください。いいですね。いいですね。
セカンショートはゲッツー取りましょう。セカンショートゲッツー。はい、ナイスチー。はいよ、追い込んでやりましょう。早めに、早めに。違う球？それは違うでしょ。違う？うん。全然違う。ナイスショート、オッケー。ナイスショート。はい、スタート。ごめんなさい、ワンオフ。ワンオフですね。はい、ナイスボール。イエーイ。キャッチ。いいです、悪くないですよ。
ましょう。はい、おかご。オッケー。ほぼ同じところで次ストレートなんで、やっぱあれやると打たれないですよ。まあ、よくを言えば、もうちょっと上げるかもうちょっと下げればよかったかもしれないですね。一番まだバット出やすい高さやったんで。右パコダンス。きれいに拾ってきたよね。でもナイスに違いですか。コントロール良くなったんですか。いいことです。絶対ちゃう。絶対ちゃいます。僕コントロールが良くなっても良くならないと思います。よし本当にね、難しいですよね。僕も一番苦手ですから。本間さんは知ってるんですけどね、縦スラと横スラを混ぜてるんですよ。よっしゃーよっしゃーいいっすよ横でギュッて流れる時とスッて落ちる時があるでしょ。サードショットちょっと下がっといた方がいいかもしれないです。強い球いきますよ。前進してきた、前進してきた、サード前進してきた。前進しててよかった。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。もう。無事だよ。さあ、鍋さん行きましょう。山なりで。ノーラックのストレートだけね。はい。力任せ。たまに、たまに混ぜていくといいですね。肌を我慢した感じで僕もオースター選手、大村さんだけで全員ね、同じ力で投げてる。ドローンすごいいいですよ。力任せじゃない、うん、全然、うん、はい、あれぐらいの方がね、なんか本当に力いい感じで出てくる。いい感じのピッチングでしょ。そうです。このまま続けていただければ、ね、はい、どこで急に力入れますか分からない。一回力入れちゃうと次抜くのが怖くなってくるよね。なんかボールが抜けそうになります。ストライク。はい。負けれるのすごいですね。急な笑顔。オッケー、ナイス。ナイス、ナイス。あのキャッチボールしてて分かりますよ。ね、コーサーのこの曲がる軌道。いい感じで。サウナ行こう。うのちゃん行こう。腕戻る。腕戻ると、やっぱ結構ここで曲がっちゃう。はい。はい。やりたいから。はい。いいよ、いいよ。オッケー、オッケー。いいよ。悪くない、悪くない。いけいけ、迷うな迷うな。いけいけ、打っていいぞ、いいぞ、いけよ。よーい、いい感じ。落ちる、落ちた。オッケー。大丈夫。
わないと。わないと。ああ、回ってくるじゃん。さあ、行きなさい、さっきの、さっきの。掘り込んでいいよ。掘り込んでいいよ。多分、公式打ってない。全然打ってない。ライズ低いかもしれない。あ、公式を打ってないから、ボールが上がる。あの、いいことではないか。ボール、公式打ち込んだ後、はい、池田さんが豆潰してるときは、ボール全部入れる。力がない。回転がいい。僕も本当に初め、あれですよ。軟式やりだしたとき、もう捉えたと思ったら全部ショートフライ、ちっちゃくらいでした。いや、いいや、いいや、狙ってんねいいや、いいや、割れない、割れない。行こう行こう。いいスイング。そら怖いわ、あんな振られたら。おい、いいよ。こんな畳み方うまいですね。ね、左バッター。そうですね。逃がしながら受けるあれいいですよね。体強いっすね。うぇ、えい、よねがって。あ、出てるよ、これ出ちゃったよ、今。あどうも、どうも。どうも、どうも。どうも、どうも。外 OK。
はい。センター。センター。オッケーね、センター。オッケー、ツアット。イビちゃん、イビちゃん。いいテンポです、守りやすいですよ。ナイビッチ。コントロールのリズムがめっちゃいいです。ナイスボール、ナイスボール。エガイアもう一丁。はい、行きましょう。はい。はい。いいね。ナイピー、ナイピー。ナイピー、ナイピー、どんどん行こう。はい。はい、カッチ。はいよ、いいですよ。はいよ。ガビー。いい。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。いいよ。こういうことだけどね。いいキャッチだ、いいキャッチだ。いいキャッチだ、いいキャッチだ。スタート。いろいろ投げすぎては。これ、キャッチ。あら、ごめんなさい。あ、惜しい。惜しい、惜しい、いいよ、いいよ。キャッチャーは今、ライアンだ。オッケー、オッケー、ツアー、ツアーと。いいよ、いいよ、ツアー、ツアーと。ごめんなさい、ナイスボール、ナイスボール。オッケー、ナイス。いいですね、さん。いいよ。はい。あ、ごめんなさい。いいキャッチャー。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。キャッチャーミットなんかいらんわ。いいキャッチャー、いいキャッチャー。いいよ、ガッチャー。ファンストライクツーボール。はい、これストライク。オーケー、ナイス。これオーケー、ナイチ、ナイチ。いいね。え、ナイキャッチ。長々焦った。いいね。すいません。中途半端で。申し訳ない。オッケー、オッケー。いいね。本間さんいいよね。いい感じっすね。いい感じ、いい感じ。すいません。いいキャッチャー、いいキャッチャー。ラビッチ、ラビッチ。ラビッチ。オッケー、オッケー。来年は夏にどうやってスタミナを。そうだね。ね。ポンさん今日最後までね。暑さの中でね。今日最後までね。よし。オッケー、オッケー。中島さんにさっきお前打たれた同じチェンジアップ投げてる。やっぱさっきのは本間さん打ったのはセレクト前のあれまぐれだよね、あれ。さっきあれだけうまく打ったんだろう。同じ球だけなんだよね。たぶん2球1個あのファウルになったと俺が手出しないだと2球でも全然打つんでますよね。ねえ、クロス、あのピッチャーバント、あ、キャッチャーバント。これどうしていいかわかんない。後半またちょっと守備変えてみるか。ありついてでもいいかもしれない。これで宇野さんも転勤になっちゃったら困るね、来年またね。そうなんだよね、一気に二人いなくなっちゃうから。池井戸さんの仕事は転勤とかないの？ないです。よかった、助かった、助かった。宇野くんもまだわかんないもんね。まだわかんない、まだわかんないもんね。あと4、5年ぐらいいてほしいな、せめて。大体でも3、4年ぐらいでしょう、スパンは。そうですね。おぉ、いった。オーケー、見逃しか。
調整本部来週に向けてエースよしなってそこならいいよいいね、来週向けて、いい調整の、はい、次終わって、ちょっと守備変えてみようかな。はい、とりあえず行きましょう。わかりました。うん、宇野くんか、伊藤さんどっちかキャッチャーやってみます。キャッチャーキャッチャー行ってみようか。うん、いや今日練習試合だから。うん、楽しんで、楽しんで。怪我だけないように。池田さん、サード行こうか。サード行こうから。はい、俺でも、ありがとう。でも、俺どこ行ったの？ね、本間さんは、センターはい、うん、次から変わる、うん、次の次から、うん、ポルさん次の次からパスは、はい、うん、次はまだキャッチャーするそう、うのちゃんあれ、どこいた、え、はい、次の次やって次の次、はい、うん、本間さんまだ本調にいる、あ、まだ手術中ですね、これ手術中、惜しい、うまい、これ、嬉しいな、これ、てっちゃん、一本動いてちょっとなんで隠しがる気してるんですか、この歩けないわ、歩けない、歩けなかったあまりショックで何しですか、どうもどうもなんでこれだったよ、左行ってるからか、あと先行きましょう、取られていや、今日はポンさんも全部ピッチャー宣伝で、でマジでいい感じですね、本当にいい、ホームランだったらすいません、いい感じに入れたんですけどね、何番かどうか迷うとダメですね、マウンドの傾斜がさ、はい、ここに来るんよ、ハムハム、あ、そうですね、あ、だからハムハムの粘りがないんだよね、じゃあ今日しっかり投げて筋肉つけましょう、今日しっかりでもう筋肉ついちゃういや、もう、まあ、やっぱりその大気のために人の 1.5 倍ぐらいの体重の負荷を支える毎日筋トレしてるようなもん、うわーい、ナイスバッティング、抜けた抜けた、いいよ、ナイスー、ナイスー、ナイバッティー、ナイバッティー、佐藤さん、ナイスバッティー、まあ、佐藤君ね、レフト本職じゃないからワイヤーやってるのは見てほんないもん、そう、いつもサードやってるんですね、サードかショートか、サードサード、小野さん、良さげですからね、今日あんまり褒めすぎると、あんまり褒めすぎると次の回から崩れる。
崩れる。次の回から崩れる。いろいろ投げすぎて取れないわ。褒めて伸びないタイプ。ミートも入らないですもん、あんましないと。さあ、監督行きましょう。はい。大丈夫です。強さを使ったよ。ははは。ちょっと、ちょっと、はい。大丈夫です。これだよ。これフランとどれ踏んねん。オッケーオッケー。監督の時は休憩中に寝るな。小学生の時だけやな。おーおーおー、すごくあんまり聞いてないやろうと思うのがすごく難しい。中途半端で俺みたいに小中だけやってるとかやったら不完全燃焼すぎるからやりたいなってなると思う。高校はチャラチャラしてる。俺高校行ってないから大阪でチャラチャラ現場仕事やったりとか、基本現場仕事やってたから。おぉ、あ、待って、あ、動画撮ってない、ホームラン行ける、動画撮ってない、ごめんなさい、ホームラン行きますよ、これ監督、回れ4つ回れ、ランホー、無理か、4つ、ナイス、マッティー、はい、マッティー、完璧、ちょっと待って、ゲーってくらい、ありがとう、ありがとう、本当に、あ、でもそんなあれですよ、めっちゃやんちゃとかはしてないですよ、人と付きまくったり、そんなはしてないですよ。え、ショーみたいなのやってない？ショーって誰ですか？ショー誰でしょう？あ、そんなやってないです、そんなやってない、薬系とかは絶対やってないです、はい、大丈夫、その辺は大丈夫です。ショーチクスやろうやから、ダルビッシュのとこクスやろうな、ほんまに。そうですか、ね、有名ですね、全世界的にはこれ。初めて原付パクったのは小学校4年生新日農大でパクりました。やってるやん。ポンさんの地元。僕はもう真面目に。ね。そう、ポンさんあんまり知らないです。やってる。ここどこですか？選挙行ってたんですか？めっちゃ頭いいじゃないですか。バランバランだね。はい。すごいっすね。目が上がっちゃう。行こう行こう行こう。やってる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 。足してるあの人。足してる。動揺がひどいね。さあ、ロケ行きましょう。選挙できたんですか？え、選挙で行けてたの？え、高校はやってたんですか？ああ、いや、高校しかやってない。あ、高校だけやってたんですか？小学校ちょっと。はいはい。あ、太陽でした。太陽じゃない。どこですか？子供会の。ああ。で、サニーズに負けた。うまい、待て、あー、ショートうまいわ。軽いな、ショートうまいな。こっちのショート違うわ。そこでショートうまい。よし、よっしゃー、来週に向けていい調整ができた。あざっす、あざっす、あざっす。よし、しおちゃんの編集しとくよ。あー、お願いします。池田さんも呼んなきゃいけないセンターからの。そうだね。よし、いい調整ができた。いいっけよ、今のは。うん。次の回からキャッチャーでね。キャッチャーでね。あ、でも今日コンさん、来やすいと思うよ。そうですね。はい。はいよ。いやキャッチャー、
バーバーいいですね、いいですね、まとまってる、まとまってる、さっき見たよ、楽しい、はい、おお、オッケーオッケー、たまにいいよ、いいよ、環境大事、環境大事、いいですよ、手や手や、行こう手や、はっはっはっ、手や、ナイスキャッチ、チェンジアップ、チェンジアップ、うん、これ無理やカメルと夜のうちはいろいろなりましょう、おい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 お
何番ですか？2番から。そうです、あれが一番大変なんで。じゃあ次から行動しましょう。打ちにくいですよね、そのスローカーブって。さっさ、次、レフトいいっすか？おー、スローカーブ。いや、それは打たれますね。はい。じゃあ、池田さん、次から、サード。はい。ありがとうございます。で、本間さん、センターで。はい。宇野くん、キャッチャー。はい。もう、捕手の意識して、スローカーブ。いいですね、いろいろ投げたことで。投げ口。あのボールなくて何袋投げたんですか？バレました？入れましたでしょ？あれ届けばすごいな。届かな。ホモさんキャッチ良かった、良かった。ありがとうございます。素晴らしい。はい、あのガッツが来れる。来年楽しみだ。今年はあんま投げてないんですか？
僕投げてないですもん。あの肩痛めたりとか、うん、ケイドさんとかの出現によって、そうそうそう、大番犬ただね、本当に来年1回しかもらんからダイフさんの台風15号で先発が停止になったそう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 、そうなんですよ、予告先発だった。来週は誰に投げるの？来週任せてください。そう、もう下手したら最後ですね。そうですね、いや本当に出すことかもしれない。どうぞお願いします。じゃあ再来週、あ、再来週ダメなんだから。ダメ、そうだそうだ。再来週も何？チャレンジャーズ練習試合。そこもダメなんだ。何曜日だ？木曜日。ブロック。しょうじゃない。この先練習試合取ってるの？しょうちゃん、加藤さんが取ってる。加藤さん。加藤さんもなんでうちを選ぶの？オスカーとかと練習試合やればいい。オスカーほらまだ試合じゃん。あ、そうか。うん、オスカーって、ね、楽しくないんですよ。そう、オスカーって、ね、楽しくないんですよ。お金払って全然って書いてる。いや、オスカー行かれてますから。いや、オスカーにはちょうどいい球速なんじゃない？うん、帰ってね、早い球で打たれる。だって、あの、本間さん意外とオスカーに打たれない。あ、そう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 。まっちゃんと。あ、オスカーキラー。お、上がった上がったー、しゃー、グローブの中入ったわ、これダメやー。おー、おおバット持ちすぎ高いバット。まだ蚊がいるね。そう、蚊がいるね。また美味しそうな人ばっかりだからね。太陽が後ろに気配があると思った。たまにはアンクルもいいですよ。久々なんだ。そうでしょ。じゃあで手やとか言って泣きやついますか。え、ナイスな。田村さんとさ、中尾さんに言われてさ、あ、もう一人なくなっちゃうなって言われて。そうだね。でも天候また増えたっけ、なんかいろいろ。そうでもないで、そうギリギリ。あ、そうか。増えたっていうか、あれみんな助っ人だもん。あ、そうなんだ。そうで、そうやって言って入ったのに、あの二人いなくなっちゃってさ。そう。ゼロゼロセブンでしょ？ファーストナー。ダメだダメだ。違う違う違う。どうも、どうも。あの、おじさんって言ったり。もう一本、もう一本。三百も一本、おかわりおかわり。あの、いい年なのにピッチャーできる。なんか、酒屋のなんか金髪の人いなかったっけ？ああ、来たり来なかった。ああ、来たり来なかった。アンケめっちゃ入っちゃった。そうそうそう。あれは山本さんは？あ、山本さんはね、なんかいるんだけど、引退で、なんかね、子供を送ってかなきゃいけないもんで。あ、これでなんか県庁さんいなかったっけ？県庁さん復活したけど、ね、すごい人だよね、ね、肩が行っちゃったのに、ね、うんうん、県庁さん来ると、多分梅ちゃんがフィリットするけど、梅ちゃんも今週に1回来れるかもね。木曜日だか水曜日の試合だけ来れる。総務だもんね、なんか行きにくいんだって。曜日によるんだ。そう、コンプライアンス、コンプライアンスって会社で言ってて、自分行くわけにいかないらしい。それはコロナの、コロナの関係です。お、なるべくこう、あの、コマさん言っちゃダメ、5番だから、コマさん5番だから、コマさん言っちゃダメだから、体が自然に。お、もう行きました。もう行け、なんかボールないです。困るところですね。さんがさ、もうウジ君さ、あれ元々じゃない、タミヤさんがついてきたの。タミヤさんの店にチーム団員募集で貼ってあって、それで来たんだよ。で、可愛がってるやつだもんさ。あれ？あれ？いやいやいや、何があった？狙ってですかね？狙って狙って、いいよいいよ。ツアーズです。さあ、ショーピー回せ。やられた。つまり打たれなさいってことだよ。うまい、うん、殴るような打ち方。うまいね。なあ、待って。え、
ナイスバッティー、ナイスバッティー、本当いいね。サッポさん、本間さんだけ仕事中もあんなにガツガツやられたらみんな捕まっちゃうんで、ね、ちょっとファールっぽいのも許さない茂みに隠れてます全力でディディーとか出てますよね。ね。ここ安全かとかなんですか。そう。ガチで取り締まる系ですね。怖。ああ。走って。走って。投げない。よし、じゃあ守備交代ね。よし、はい、待って、あら、久しぶりちょっと勘弁してくれ、あー、ちょっと待ってよし、うわ、もう明日、多分歩けないですよ、マジ、あ、行きます、大丈夫です、ね、森さん、ここか、頑張って。何投げられますか。お任せでいい。サンタマリア、サンタ
しい。いいよいいよ。うそ。はい。ねえキャッチ。
うわー、うまい。うぅー、どうもー、宴会屋行くよマジで休み取ってやる？自分もね、自分もなんかあのバレエ見ちゃってね、その後行ったもんね、遅刻しちゃってバレエしかも見てやったのに負けやがってこれ撮れてない。ちょうど角度的に後ろからの映ってる。しおちゃん、さっきのもう一回。逃げ方がすごい当たりそうだっていう回。
最後いこう。はい、ない、ああ。はい、いいスイング、いいスイング。よく9人確定じゃないし。あ、マジっすか。しゃあないっすね。誰も直線ように気をつけよう。来週だけはね、絶対に直下ダメ。来週9人か。そう、来週最終戦っすもんね。そう、最終戦。じゃあ、じゃあ、だからお前俺ライトだ。しゃあない。頑張りましょう。ただもう手本ないから。いや、多分ないでよ。僕を投げると逆方向に飛ぶけど。そうか。どうでしょうね。わかんないですね。じゃあ無理か。うろくんないか。俺がライトか。しゃあないでも。そうですね。似てるメンバーでやるしかないですからね。フルカン、3ボール2ストライク。うまい、うまいじゃん、うまいうまいじゃん。これ強くなったって言えか。ライバッチ、ライバッチ。さあ、ウロさん行こうましょう。ウロくん、打っとこうぜ。6回の表。あ、でも時間的に。これが。そうだ。仕事ないでしょ、こっち。すくい上げたじゃん。っていうか、その前のあのファールが、なんであんなのに俺は手を出してる。あ、しおちゃんが打ったからだ。何か仕掛けがあるんだよ。20番ぐらいですでしょ、多分。しおさんが。俺でも飛ぶから。よいしょ。
しいキャッチング。相手チームのライトだから。あ、そうそうそう。狙っていいよ。じゃあ最後、打ちましょう、打ちましょう。終わろう、終わろう。勝手に決済しちゃうし。僕より先に。そうや、ごめん、動画撮ってないわ。マジか。ごめん。大丈夫、2つあるから。120メートルぐらい飛んでる。もっと水飲まないで。配信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 。距離えぐいな。僕より先のアロンジャッジになっちゃった。しおちゃんが見送ってるから怪しいかなと思っちゃったんだよね。他に森さんも狙ってるよ。一人女の子、その後のバッティがみんな乱れちゃうからね。グリップがいいですね。良くなったでしょ。どのバッティあのレガシー、レガシー、レガシー。
昔やっぱ80も一番人気ありますよね。みんな80を見てる。だもんで僕は分かんなくならないのに85にしとくだった。で、巻き出した。これ行きましょう。長く持っていきたいから、本当はね、83か4がいいなと思ったけど、加藤さんが83あげて、ウコンさんとかこの人みんな、大森どっちかみんな84だったので、じゃあ人気のね、85にするか。85も超重くても触れないですよ。1センチはだいぶ違うもんね。おい、オクセイ。ここ明日多分歩けないですよ、ここ。やばいですね。7回全部投げたら。酸素カプセル。全部投げたらやばいですよ。もう本当に100キロが常にここ来るわけですからね。100キロあるの？100キロの割にはまあまあ痛くないでしょ。うん、てか、そのうち70キロピンみたいな話なんですよ。で、あと20キロが野望で。脂肪は10キロ。小学生の野球みたいな帽子のコピカルだったら彼も。あ、一緒だ。体脂肪率25%。あ、そうなの？じゃあ筋肉いっぱいあるんですね。本当にお相撲さんなんですか？まあ、だってそう。ね、前のとかさ、地方の富士とかすごい体脂肪率めっちゃ少なかったもんね。あっけ、ボーノさんは違うけど。KY ってピクピクしちゃう。ムーさんもそうなんですけど、キャッチ君どうですか？すごいですね。ピクはパンと上げてくれる。あ、垂れたかなと思ったらちゃんと上げてくれる。投げやすいですね。びっくりした。キャッチャーがいいと投げやすいですね。ムーさんに構えて、そこ構って投げるからって言ってなんかもうスレートしか投げなかった最後。あ、めっちゃ良かったね、最後。一回だけスライド投げたんですけど、もうかかっちゃって、全部ストレートで。もうここだけプシッてやる。うわぁ、やおぉおじさんなのに。
触ってこう。あれ？おや？いや、苦しいよ。走んないの？3打席とも走んないの？4打席とも。回れ、フラフラ。はい、守れ。守る？守んないでしょ、もう。守んないでしょ。しかないもん。経験した。もう負傷しちゃってダメだもん。エリー好きだ？大丈夫？頑張ってください。